あれ、ここ。開かない。私、車にひかれて、変な川を渡って、それで。ここは一体、どこなの？目まぐるしく変わるな。ああ、速度が戻った。いや、なんか、フリー版時よりも、逃げる速度が上がってるから、若干難易度、難易度上がってるよな。全然開かない。いや、ひなこちゃんが運動苦手だからね、走れないっていう描写があったもんだから。光に近づけば暖かく、体が癒えそうだが、いや、もう癒されましょうね。ああ、おむすびパワー。ごめんなさいね、ちょっとおむすびだったりおにぎりだったりね、表記というか、言葉が揺れてるけれども。怪我が元通りに消えた。あ、怪我なんだね。心の傷とかではなくって。ここね、マリオコレクション。いや、ずいぶんフィーバーしてますね。何、この影。どうしよう、道はここしかないのに。進まなきゃ。まあ、足音立てなきゃ大丈夫だよ。うぐいす張りだったら積んでいたかもしれない。何？どうしよう。嫌な予感がする。うん、私も。逃げよう。廊下を走ってはいけないからね。すごいね。なんか、呪詛がさ、もう、耳元で、ね、呪詛 ASMR。だんだん近づいてくる。じゃあもう先に行くしかあるまいでな。さて、ね、大体覚えてる。朝ね、ニュースで見たのとか、朝ね、部屋で見た本とかが結構絡んでくるんだよね。どこか隠れられる場所は？隠れられる場所は、いやもう掛け軸の後ろでしょ。掛け軸。違うね。これはね、屏風か。屏風に上手に坊主が、もう、ダメだ。ここに隠れるのは難しそう。古い巻物って見てる場合じゃない。どっか隠れる場所。隠れるのは無理そう。もうちょっと、ここに入るのはダイエットっていうか、ちょっとえぐらないと無理なのでは。ゲームオーバー画面、やっぱエグいんだよな。そして隠れる場所は多分3回調べて見つけらんなかったらゲームオーバーなんだろうね。さて皆さんは、大牛座のラッキーアイテムを覚えておりますでしょうか？花柄の壺だね。まあ、ロッカー先輩と棚先輩がいなかったら、もうそれは壺先輩に頼むしかないわけさ。家に帰りたいよ。さて、セーブはまあこの先にあるとして、こっちに行ったから行きたくはないんだけど、度胸あるよね、ひなこちゃんね。ボロボロの巻物、達筆すぎて何て書いてあるかわからない。書き物と袋が置いてある。ここに目ぼしいものはなさそうだ。ボロボロの書物、袋。これ、回復ポイントって、今は必要ないってなるのか。一回使ったらなくなるのかな。今の影って。今の影は、さっきの化け物ですね。すげえボソボソ喋ってるけど、口自体は大きいんだよね。いや、まあ口の大きさって声の大きさと全然比例しないからさ。さっきの、こんな狭いところで見つかったら、絶対に逃げられない。道はここしかないし、先へ進むしか。だけど、どうやって？あそこのくぼみ。あの生き物から隠れるのに、ちょうど良さそうかも。気をつけて移動しなきゃ。
いや、くぼみがあったとて、無理だなぁ。私はもう無理だよ。あ、もうこの時点で、あ、もう積んだわってなるんだけど。ね、視界をもう、もう完璧に理解してるもんね、ひなこちゃんね。さすがだぞ。相手の視界を完璧に理解しているんだな。こっちは、あー、セーブポイントか。嬉しい、嬉しい。ただ、回復できるっていうわけの、でもなく、そこのくぼみっているか。このまま、いけ。あー。なんかペカってんね、あそこね。あれはまた砂糖からしようかな。ここはついていくタイプだね。だから、一応まあ、ここまでギリギリじゃなくてもいいけれど、彼が行ったらその後ろについて行って、ここでアイテム、箱の奥、べっこう飴ゲット。べっこう飴からメニューから使用することで、傷を回復することができます。空腹は敵だな。さて、ここって、フリー版の時ってそこまで長いイベントじゃなかったんだよね。右の方も気になるけど、あ、こっち来るよね。君結構定期的に振り返るか。あ、危険だな、こいつ。あー、あそこは、べっこう飴ルームなのか。なんか血の跡が続いてるから行けそうだったけど、こっちは、あ、行けないか。行けないか。これはむしろべっこう飴ルートの方が安全に進めそうだね。べっこう飴の箱んとこ行って、こっち回る方がいいか。で、徘徊してるやつが来る前に行ってしまえばいいだろう。この足音。どうして？早く、早く逃げなきゃ。さて、歩行スピード若干上がってますね。もう、ダメ。走れな。お香の匂い。お嬢ちゃん、気がついたかい？もうちょっと、じっとしてておくれな。あいつに気づかれちまう。この先、行き止まりだったんだ。このまままっすぐ、逃げ続けたら。ほら、もう大丈夫。怪我はないかい？あ、はい。あなたは、私はイッサ。イッサさん。そうさ、イッサさんさね。お前さん、いろいろ聞きたいって顔をしてるね。ここはどこで？さっきの生き物とか。ちょいとお待ち。ここはいろいろと危険だからね。こっちに置いてな、お嬢ちゃん。あ、イッサさん。さて、イッサさんに会えましたね。あなたに会いたかったんだ。ささ、こっちにおいで。イッサさん、見た目はちょっとうさんくさいけど、いや、見た目で判断するのは良くない。私のこと助けてくれたし、悪い人を、じゃないよね。そうだね。うさんくさい。怪しいっていうかまあ、みやびですね。あ、セーブ、先にさせてくれないんですね。いや、話長そうだからさ、その前にちょっとと思って。そのポジションちょっと危ないんだよね。後ろからやってきてザクって刺されるポジションだよ、イサさん。さっき危なかったね。はい。さっきは助けてくださって、ありがとうございました。イッサさん。いやいや。さっきは言ったけど、私もお前さんに聞きたいことがあるんだよ。どうしてこんなところに、お嬢ちゃんみたいな人の子がいるんだい？そう緊張しなさんな。別に私はお前さんを取って食ったりしないよ。どれ、私が一つ、慰めてあげようかね。ハート出すんじゃないよ、イッサさん。なんか、ボノボノみたいな音鳴ってる。いやー、ぐわー。
助けておばあちゃん。おやおや。あたしとしたことがいけないね。ごめんよ、お嬢ちゃん。あたしは昔から女に目がなくてね。何のフォローにもなってない。今のお腹の音、私じゃないよ。おや、今のは私だ。ここ最近、何も口にしてなかったからね。はい。ポケットから直に出さなかった。お母さんの、おむすび。私にくれるのかい？うん。それじゃ、ありがたくいただいておこうかね。あの、イッサさんは何者？どうしてここにいるの？何者かと聞かれたら、そうだね。ただの女好きの男。じゃあダメかい？ここには用事があって、天国へ来てたんだが、物のけたちが人の子が来たってうるさくてね。さっきの肉会もそうさ。で、追って行ったらお前さんと出会った、と。物のけ？あの、じゃあ、イッサさんは人間？どうだと思う？そんなことより、イッサさんなんて呼び方、およしよ。差が多すぎて大変だよ、読むの。呼びにくいだろ？私のことはイッサと呼んどくれな。出会ったばかりなのに、これが陽気だよ、ひなこちゃん。私はひなこ。おやまあ、また可愛らしい名前。じゃあ、おひなだね。出会ったばかりなのに、これがね、陽気だよ。別に、ひなこのまま呼んでもいいけど、現世では良くても、変国ではどうだか。ここで本当の名を出すのは、少々危ない、かもしれないね。ま、いつかわかるさ。私の経緯は話したよ。さ、次はおひなの番さね。おひなはどうして、変国へ？ここは人の子が、安易に来れる場所じゃないんだけどね。私、登校していたら目の前に車がいて、そこから何が起きているのか。なるほどね。ねえ、イッサさん。ん？私、家に帰りたいの。帰り道知らない？帰りたいって、おひなは顔に似合わず、強欲だね。強欲？そうさね。お前さんが天国にいるってことだ。ここは、天と地獄の間。死後の世に片足突っ込んでるようなもんさ。そっから帰りたい、なんて言うんだ。強欲以外の何者でもないだろう。ああ、そうだ。ちょいと聞かせておくれ。おひなはこっちに来るまでに、白い鳥居をくぐってこなかったかい？うん、くぐってきた。いいかい？あの鳥居は、属性とこっちを区別する、結界で境界線の役割。それでこちらに来たってことは、あ、容易に帰れるもんじゃないさね。だが、帰る方法がないわけじゃない。本当？本当も本当だと思う。ここで会ったのも何かの縁。私が帰り道へ案内しよう。それに、私もそっちの方に用があるからね。いいの？イッサさん。ああ、言っただろ？私は女に目がないんだ。私、太ってるし、どんくさいよ。何言ってんだい？女は女であるだけで、最高なんじゃないかい。その発言は、ごめんね、さすがにどうかと思うぜ、イッサさん。女性の魅力は三者三様、十人十色、千差万別。まあ、それはそうなのかもしれんが。女性、来さんの精神さね。そうなんだ。この際理由は何だっていい。私帰れる。お家に帰れるんだ。ありがとう、イッサさん。いいんだよ。お礼なんか言わなくても、またいつでも女性とおひなの魅力について語るさね。そうじゃなくて。はっはっは。そんなことより、疲れたろ？ここは安全だから、少しお休みよ。おひなが落ち着いてから出発するさね。うん、わかった。いい子さね。
イッサさん、会ったばかりだし、変な人だけど、大事なことなんだね。思ったより、優しい人なのかも。安心したら、なんだか眠たく。ここに来てから、ずっと怖いことばかりだったから。本当にありがとう、イッサさん。ああ、安心して気絶したのかい。あんなやりとりした男の前で猫けちまうなんて。この子、不用心にも程があるね。まあ、その方が助かる。この子には悪いが、ね。ああ、畑仕事で体バッキバキ。そろそろ休憩しようかな。そうと決まれば、よし。時神様のところへ行こう。今日はとっておきの具も仕込んだし、きっと。喜んでくれるはず。うわ、まさかこっちのパートもあんの？うーわ、嬉しい。これが完全版か。いや、まあ、ちょっと、いや、嬉しい反面、心苦しくもあるわけだが。棚には着物や布、日用品が置いてある。日用品、ね。これは、どうなんだろう。ひなこちゃんの見た夢とかそんなパターンかね。なんか、フリー版と比べて、ちょっと用心深くなっていたようでありながら、でもやっぱり用心深かったな。用心深くなかったな、ひなこちゃんは。畑仕事しなくていいし、勝手口からじゃなくて、表の方から出よう。早く時神様に会いに行かなきゃ。時神様、今日も待っててくれてるかな？忘れずに、豊作の、俺も伝えないと。時神様をどこにいるんだか。いや、家の前に小川か。いいね。でも虫とかすごそう。あ、奥に水桶もあるな。蚊とかすごそうだな。おじさん、こんにちは。お前、さては今日も時神様のとこだろう。あたり、なんでわかったの？なんでって、毎日祠へ向かう姿を見てれば、俺も気づく。毎日毎日、本当に飽きないな。飽きるわけない。時神様が大好きなんだから。神と人が近づきすぎるのは良くない。ほどほどにしておきなさい。時神様が一人ぼっちになる方が嫌よ。まあどっちの意見もまあわかるっちゃわかるかな。時神様のおかげで、ここ最近ずっと豊作でありがたいな。畑、これはキャベツ、レタス。今年も豊作、豊作。これも時神様のおかげね。時神様にお礼しないとね。あんたから言っておいてよ。どうせ今日も時神様のところへ行くんでしょ？もちろん、いつもの日課だもの。ほんと、時神様が大好きなんだから。まあ時神様に会いに行くのは邪魔できないよね。ああ、なんかぴょんこぴょんこしてね。これは、あ、井戸か。あ、お姉ちゃん、今日も時神様のところへ？もちろん。おっかあが言ってたんだ。神様と仲良しなんて罰当たりだって。自分だけいい思いをしようとしてるって。そうなの？嫉妬の対象にもまあ確かになるかもね。時神様がいる森の祠へ行こう。森に行きましょうかね。のんべんだらりと。なんかあれだね。この道はどこかで見たことがある道かもしれないね。こっちに行くと、時神様がいるあの森の祠。ああ、そっか。あれは、なんだ、もう、狭間の世界に行ってたから、三途の川にたどり着いちゃったってわけで、西の河原に。ここは、この木の階段って、結構な技術力でもって作られてますよね。森に抜きました。なんだかこの森の構造、どこかで見たことがある気がしますね。ちょっとわからないですけれども。まだ看板は立ってないのか。
こんにちは、時神様。いつものお供え物のおむすびです。今日のはとっておきですよ。何が入ってるか当てられます？ん？当たり、ゲソピーかい？うまく使ってたから、早く食べてもらいたくて。おかげさまで、今年も豊作で、村のみんなも喜んでいます。ん？いえ。またいつでも、時神様に会いに行きますから。これからも、ここで一緒に、おむすびを食べましょうね。おひな、おひな。ん？まったく、この子は寝ぼすけだね。あれ、家、じゃない。おひな、やっと起きたのかい？イッサさん。ごめんなさい、私、寝入っちゃってて。気にしなさんな。でも、変国で長いは危険さね。早速出発するよ。どうして長いは危険なの？そのうちわかるさ。その前におひな、こっちにおいで。いいかい？変国でこれを見つけたら触れておきな。変国の中でも汚れがない祠だからね。これだけ清らかなら、私の力で時を記憶しておけるだろう。時を記憶って。イッサさん、なんだか時神様みたい。時神。うん。私が住んでいるめぐる町の神様なの。不幸なことが起こっても、過去に戻って解決してくれるって。幸せを運んでくれる神様なんだ。そりゃ、ご立派な神だね。とにかく、祠に触れておくのを忘れるんじゃないよ。わかった。おひなの大事な命綱だからね。命綱？ここで死んだら、皆もののけさ。え？さあ出発だおひな。準備はいいかい？うん。変国道中膝繰り毛と行こうかね。祠はセーブポイントとなってるのが存じておりますよ。また、光っている祠に触れると、セーブの他に傷を癒す効果があります。祠の光に触れない選択をすれば、傷の回復効果を残したままセーブすることができます。あれ、でも私、今まで。イッサさんの力がなくても、セーブはできていた。そんな気がするね。さて、なんでだろうね。とりあえず、今は全開だけど、HP は1になるまで取っていって、もうこれ完全にエリクサー症候群。うまそうな、人の子が来た。久方ぶりに、人の子が来た。祝いにしよう、祭りにしよう。人の子だ、人の子だ。おやおやおや？枕飯っていうのかね。随分と手の込んだ歓迎だね。ご飯に箸刺してあるやつだね。歓迎？ああ、変国は滅多に人の子が迷い込まないからね。もののけたちが歓迎してるのさ。うまそうな飯が来たって。そんな歓迎嫌なんだけどな。くく、そらそうね。大丈夫、安心をし。ここらのもののけは、気軽におひなに手出しはできないからね。そうなんだ。変国も無法地帯ってわけじゃない。けど、油断はいけないよ。気を緩めたらすぐに持っていかれちまう。気をつけるんだよ、おひな。わかった。ここは、
天と地獄の狭間の世界。いつデスタムアがやってくるかわかんないからな。縁起が悪いってわけでもないかな。枕飯だよ、沖縄。むしろなんだろうね、縁起がいいというか、汚れを払う力みたいのがあるんじゃないか、これには。知らんけど。亡くなられた人間に備える飯であったり、死者を蘇らせるための呪術、あ、そういう面もあったんすか。あの世とこの世の架け橋だったり、まあいろんな意味があるね。そ、うなんだ。この場合は、おひなにちゃんと食べてもらって、美味しくなってって意味かね。冗談やめてよ、イッサさん。くく、冗談で済むといいけどね。イッサさん、あれ、こんな性格だったっけ？いや、まあ、こんな性格だった気もしてきたけれども。まあ、いたずら好きでは、まあ、あったかな、もともとな。まあ、これも完全版かもしんないね。さて、こんな感じの部屋ではな、お札、てるてる坊主みたいになってる。これも何か意味があるのかしらね。さて、こちらは書物がいっぱいあって、あれ、ここってもしかして、春画エリアでは。おやおや。イッサさん何見てるの？ん？春画？私の記憶も結構曖昧じゃないね。4年ぶりなんだが。沖縄にはまだ早いんじゃないか？春画って、おばっか！このおばっか！ほほほ。そう、怖い顔しなさんな。男はそういう生き物。みんながみんな、イッサさんみたいじゃないでしょ。あ、はい。あら、圧力が強くなったね。あれ、これもしかして私の選択によって、ひなこちゃんは純真無垢な子ではなくなってしまったのかもしんないね。ここを取るために、チラ見してんのかい。本がたくさん置いてある。どれも文字が古くて読みにくいな。どれ、私が読んであげようかね。え、いいの？ああ、いいともさ。どの本を読むんだい？変国見聞録。まあ、まずは上から読みますか。変国見聞録。天と地獄の狭間にあり、属性に最も近い死後の世界。人ではないもの、もののけやガキが住む。また、天でもなく地獄でもない、混沌とした汚れが満ちているため。変国に留まれば、いずれは汚れに起こされ。神であれ、人であれ、天人であれ、自我を失い、もののけに落ちる。多くの者は、理性や清い心を失い、欲望のみで固められた肉塊となる。ひなこちゃん的には、炭水化物取りたいモンスターになるのかね。天人、これは、類書？天人類書。天人は天に住まう者。人よりも優れた存在とされ、寿命も長く、苦しみもない。しかし、煩悩を常にまとい、下脱もできない。天人が死を迎える前兆、生の御水という。1、美しく楽しい声が出せない。2、体の輝きが失われる。3、沐浴した時に水が流れ落ちにくい。4、目につくものに執着する。5、囁きの回数が増える。瞬きかな？ちょっと文字が読めないぞ。この距離だと。生の御水は良い行いをすると助かるという。良い行いをすると助かる。だから、結局、天人？これは天使とかに近いのかな？は、まあ、どっかで確実に落ちることがある。まあ、いいことをすればそれも回避できるんだが、まあ、ここら辺はちょっと天人になってみないとわかんないかもね。で、汚れについて。汚れが溜まるのはさっきイッサさんが言ってた、長く留まるとあんま良くないっていう話だね。忌まわしく不浄な気。不浄に触れ続けると、神でさえその力をなくしてしまう。土地に災いが満ちれば、汚れが満ちれば、災いが絶えず起きるという。汚れはそこにあるものであり、また生まれるものでもある。辛い物事や悲しい物事に触れると気力を失い。汚れ、汚れとして、汚れが生まれることもある。汚れを浄化するにはどうすればいいんだろうね。なんかそういうユグドラシル的な体重があったりして、その汚れをなんかあれやこれやするみたいな。まあそういう汚れを食って、まあ汚れではない、浄化してくれる、なんかこう、掃除屋さんみたいなね、ミミズみたいなのがいるのかもしれないね。